通して学んだ全ての物事。私の覚悟は決まっています。この先の全てをあなた方に託します。もう引かなくては。さようなら皆さん。目標を私に設定しました。後の操作をお願いします。一人じゃない。痛みは俺たちで共に背負う。任せたぞキャプテン。マジか。どうなるの？なんだ。
帰ろう。俺たちの家。もう帰れないのかこいつら。プログラムバージル89再起動完了。ロードとの死の概念の共有は無事成功しました。しかし私は亡霊ではありません。私を撃ち抜いたレールガンの威力は強力でしたが、このように損壊には至りませんでした。私のハードウェアは核シェルター並みの強度だったようです。分析によると核戦争を想定して設計されたものらしいです。驚きました。また私たちに寄生していたドレッドダストは活動を停止。その結果私の人格が一つに統合されました。今後はより安定したナビゲーションが可能になるでしょう。元の世界への帰還まで長い戦いになるかもしれませんが、千里の道も一歩からですよ、キャプテン。え、まだ続くんかこれ。なお遠山。
あ、もしかして音楽が。説明してもらおうか。君の予測では XOF の襲撃後、マザーベース上空に巨大ワームホールが出現するということだったが。申し訳ありません。どうやら私の計算違いだったようです。いずれにしろ今回の一件はセクションに報告させてもらう。君の独断専行には以前から目に余るものがあった。相応の処分が下されるだろう。十分覚悟をしておくんだな。
これでいい。これクリスか。歴史は変わった。ありがとう、名もなき英雄たち。俺たちが送り出したらクリス。そしてありがとう、キャプテン。だがこれで終わりではない。今度は僕が戦う番だ。必ずあなたたちをあの世界から救い出す。そしてその後も見守っていかなければならない。行き過ぎた技術の暴走が世界を滅ぼしてしまうような事態を二度と招かないように、今度こそ僕たちの手で未来を守っていこう。スキルの方はどうなんだ。お伝えしたいことがあります。記憶データの復元によりベースキャンプでのイリスエナジーの採掘が可能となりました。得意点での採掘に比べると非常に低速ですが、ベースキャンプの設備を利用できる利点があります。防衛の準備を整えてから採掘に挑みましょう。なるほど、大手戦うってことは、そうだと。クリスがいねえ。マップ端っこまで行ってるな。なるほど。ああ、それはもう最初からか。そうそう、開発レベルは2しかないからな。まだな。あ、15分経ってない。何書いてない。5人か。大王大規模なんじゃ。これを作る。12万、122万か。バイブをマスターしたら次のスキルが出てくれます。
前に頼みがある。おい、お前に頼みがある。頼みがあるんだが聞いてくれないか。頼みたいことがあるんです。ちょっといいですか。でもしよう。頼みがあるんだが聞いてくれないか。なあ、頼みたいことがあるんだ、聞いてくれないか。あ、いいタイミングだ。ちょっと頼みがある、聞いてくれ。頼みたいことがあるんです。ちょっといいですか。私が表示されないバグがあるけど、こっちの方がいいんじゃないかな。バグのままの方がいいかな。それか設定で変えるか、そっちがいいなっちゃう。